仕事行くか。キーキって月収6万だろ？この間売った腎臓が120万。右目が30万。金玉片方売って、いくらで売れたっけ？ 10 万もしなかったんだっけ？残りの借金が3804万円。落ちた。分かってるって。さっさと殺しちまうか。悪魔を一体殺せば、だいたい30万。やっぱデビルハンターが一番儲かるな。こいつはトマトの悪魔ですね。種から復活するんで焼いといてください。よくやったデンジ。闇市でこいつの死体を売りゃ相当いい値になる。報酬は40万だ。あざっす。そっから借金と利子引いて17万、さらに仲介手数料と事務手数料、管理調整費、その他もろもろを抜いて残りが7万。この7万から水道代を払って他んとこにしてる借金を払うと。不思議だな。もう残り1800円になっちゃった。家に食いもんねえし、今月はこの金で暮らさなきゃいけねえから。落ちた。今日の飯食パン1枚だぜ。なんであんなガキをデビルハンターに雇ってるんです？俺たちにしている借金を返させてんだよ。正確にはあいつの死んだクソ親父のだがな。悪魔を飼ってる奴にデビルハンターが務まるんですかね。ちゃんとしたデビルハンターはな、俺たちヤクザに悪魔の死体流しちゃくれねえぞ。それにレンジのいいとこは逆らわねえとこだ。おい、犬！このタバコ食ったら100円やるよ。マジっすか？いただきます。ああ。また悪魔が出たら呼ぶ。逃げたら豚の餌だからな。これで3日は食えるね。この間聞いたんだけどさ、普通食パンにはジャム塗って食うらしいぜ。まあ俺たちは普通なんて夢の話だけどな。死ぬまで借金返し終わる気しねえし、俺は死ぬまで女と付き合えねえんだろうな。こんなボロ小屋には女呼べねえし、デートする金もねえ。夢叶うなら女抱いてから死にてえな。物乞いするなり体売るなりして明日まで70万用意しろ。じゃなきゃお前の死体をバラして売る。
すなら殺せよ。どうせ死ぬんだ。傷治るって聞いたことがある。死にたくないなら噛め。俺の血はただじゃねえ。これは契約だ。お前を助けてやるから、俺を助けろ。やっぱ俺も死にたくね。俺をデビルハンターで雇ってくれませんか。腹減って眠れねえ。寝れねえと借金のこと考えてもっと寝れねえ。決めた。今日寝たら見る夢、食パンにジャム塗ってポチタと食って、女とイチャイチャしたりして、一緒に部屋でゲームして抱かれながら眠るんだ。いいだろ。俺の母ちゃんさ、心臓の病気で血吐いて死んだんだとよ。デンジ、悪魔が出た。仕事だぞ。夢くらい見させてほしいよな。こんなとこに悪魔出たんすか？見当たらないっすけど、どっか隠れたんすかね？あ、もしかしてもう帰っちゃったとか？デンジよ、俺たちはてめえに感謝してんだぜ。はい。犬みてえに従順だし、犬みてえに安い報酬で働いてくれる。はあ。でも俺は犬は臭くて綺麗だ。俺たちヤクザもよ、もっと強くなって稼ぎてえからよ、てめえみてえに悪魔と契約することにしたんだ。俺たちが望むのは悪魔の力。僕が望むのはデビルハンターの死。デビルハンター君、マジこいつらバカだよ。めっちゃバカ。悪魔の力あげるっつったらさ、自分たちから僕の奴隷になってやがんのな。その力でゾンビになっちゃうんだけどね、僕ゾンビの悪魔だから。デビルハンターは僕ら悪魔殺すから嫌い、だから殺しちゃうんだ。みんな
そいつバラバラにしてゴミ箱にでも捨てちゃって、くそ。生活がしたいだけなのに、なことも叶えられねえのかよ。落ちた落ちた、仕事に行くぜ。落ちた。俺は悪魔と戦ってるうちに死ぬかもしれない。そうしたら落ちただけが心残りだ。腹すかして死ぬかもしれねえし、他のデビルハンターに殺されるかもしれねえ。悪魔には死んだ人の体を乗っ取れるやつもいるらしい。ポチタにそれができるんだったら、俺の体をポチタにあげてんだ。墓入った後だったらヤクザも追ってこれないだろ。そんでこの町を出て、そんで普通の暮らしをして、普通の死に方をしてほしい。俺の夢を叶えてくれよ。俺の体、ちゃんと奪えたか？私は、デンジの夢の話を聞くのが好きだった。これは契約だ。私の心臓をやる。代わりに、デンジの夢を私に見せてくれ。どうした？デビルハンター嫌い。みんな、そいつ食べちゃって。なんでこいつらは十分恵まれてんのに、もっといい生活を望んだ。俺も同じか。ポチタがいる幸せだけじゃ満足できなくて、もっといい生活を夢に見たんだ。そうか。見ちまうんだな。じゃあ悪いことじゃねえ。
悪いことじゃねえけど、邪魔すんなら死ね。さすがに食い殺しは死ぬだろう。の方は心まで悪魔になっちまったみてえだな。デビルハンターとして雇われてるからに悪魔はぶっ殺さねえとね。そっか、てめえら全員殺せばよ、借金もバーだぜ。先を越されたね。生きてるのがいますね。君、変わった匂いがするね。人でも悪魔でもない匂い。これ、君がやったの？抱かす。
人だ。悪魔による乗っ取りの可能性はないね。乗っ取りは顔見ればわかるもん。私はゾンビの悪魔を殺しに来た公安のデビルハンターなんだ。君の選択肢は二つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に飼われるか。飼うならちゃんと餌はあげるよ。餌って、朝飯はどんなの？食パンにバターとジャム塗って、サラダ、コーヒー、あとデザートかな。最高じゃないっすか。